今日のヒーローは9勝目挙げました山本投手です。まずはナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は7回を投げて1失点と素晴らしい内容でしたね。まあ、攻撃が本当に、タイミングよく点を取ってくれたんで、僕はもう本当に、なんていうんですかね、楽させてもらいました。今日はもちろん味方の援護点、2回に先制ホームランから始まりましたけれども、やはりそれも強い気持ちにはマウンドに上げられたんじゃないでしょうか。はい、リズムよく 点を取れてもらったんで、僕もリズムよくと思って投げました。はい、今日はご自身内容を振り返ってみて、まあ、1失点という内容なんですが、どういった部分が特に良かったかなという感じる点でしょう。まあ、球数ちょっとかかっちゃったんですけども、根負けすることなく、低めに集めて、内野ゴロ多く取れたんで、まあ、ちょっと球数かかりましたけれど、まあ、自分らしい投球ができたんじゃないかなと思いますけれども。ランナーが出ても落ち着いたピッチングでしたね。そうですね、まあ、前回もソフトバンク勝てたんで、勝手に今日も勝てるんじゃないかと思って投げました。じゃあ今日は、マウンドに上がる前からいい気持ちでは上がれたんじゃないですか。うん、そうですね、福岡ちょっと先発の久しぶりだったんで、ちょっとマウンドの感覚忘れてたんですけども、はい、まあ、いつも通り投げることができました。ご自身昨年も2桁勝利、今日9勝目ということで、2桁勝利2年連続の2桁まであと1に迫りましたね。そうですね、まあ、それもそうですけども、少しでも上位をいじめて、順位を上げれるようにと思って頑張ってます。じゃあご自身の2桁そして好投、次回も期待します。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーローは山本投手でした。